フランシス・アンソニー・フランク・ステープルトンは、アイルランド出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。アーセナルでキャリアをスタートさせ、1975年のストークシティ戦でトップチームデビューを果たした。アーセナルでは3年シーズンにわたってチーム得点王になり、300試合に出場して108ゴールを挙げた。 1981年、マンチェスターユナイテッドへと移籍。1983年、1985年の FA カップ獲得に貢献した。1987年にクラブを去るまで、365試合に出場して78得点を決めた。その後も、イングランドのみならず多くのクラブを渡り歩き、1991年に、 ブラッドフォードシティのプレイングマネージャーとなる。その後、ブライトンホーブアルビオニエと移籍し、そこでは2試合に出場するのみで引退した。アイルランド代表としてのデビューは、ジョニー・ジャイルズがプレイングマネージャーをしていた1976年、トルコ代表との親善試合だった。その試合では、出場して3分で、ジャイルズのフリーキックから初得点を挙げた。その後も、 UEFA 欧州選手権 1988FIFA ワールドカップイタリア大会にも招集された。1996年メジャーリーグサッカーのニューイングランドレボリューションの監督を務めた。ありがとうございます。